こんばんは。ようこそ、おいでくださいました。ライブ、4バンド、出るライブなんですけども、1番手を務めさせていただきます。タイシュウィズハックということです。よろしくお願いします。では早速ですが、まあ、1曲目いかせていただきたいと思います。オリジナルで、僕らの未来。いつか手は届くのかな、今はこの空を見上げて歩き出すのさ、未来へ。I'm not afraid to die.
はい、1曲目は僕らの未来という曲をお届けしました。このイベントというか、このライブはちょうど3ヶ月前くらいに、はい、かきりさんの、主催であったんですけど、その時もやってたのという曲なんですけど、その時はちょうどこの2人だけで、ピアノとボーカルの2人でやらせてもらったんですけど、今回に、並びにこの3ヶ月の間にちょっと倍増したということで、先にちょっとメンバー紹介を一緒にさせていただきたいと思います。先週別にハックとなってるんですけど、ハックって何をハッキングするんだというような感じなんですけど、まあ、それ別にして、ただ単にハックとね、HAK っていうんで、ただ単に頭文字だという。それで、ピアノ、林智弘君。はい、どうも。それで、ドラムが HA の A で、荒木さん。どうも。それで、ベースが小松。で、タニチューブでお送りします。どうも、ありがとうございます。いやー、まあ、しっかり寒くなってきまして、忘年会シーズンなんですけども、ね、こういう風なシーズンになると、今年1年のことをこう振り返ったりもするわけですね。いやー、今年のドラマの中で何が一番面白かったかなと、まあ、そういうことを、大体こう週に3、4個、まあ、ひどいですけど、5、6個、ドラマを見てしまう僕は思うわけなんですけど、まあ、今年、個人的に、一番良かったのが、春にやってたプロポーズ大作戦という山木と長澤まさみがやつだったんですけども、まあそういうこう一年を振り返りつつ、主題歌だった曲をちょっとカバーしたいと思います。